まあ、変な話、これ僕聞いたことなかったんですけど、うん、ABEX をまあ立ち上げていろんなタレントに乗りたじゃないですか、うん、誰が一番問題児でした？あゆ。ちょっとあゆ一回ちょっとのけてもらって、あゆ、うん、以外で誰が問題児ですか？もう大変やな、うん、こいつみたいなのは誰でした？うん、これ言っていいのかな、言うとしたらなんかさ、はい、嘘とか言われて、はい、いや僕は言わない、本当に言っていい、はい、僕は言ってほしいです、逆にめっちゃ聞きたいです。 N 島。あ、日誌。そんなこと言ってないよ。あ、そうなんすね。ちょっと意外っすね、それは。確かに。いや、俺は大丈夫だよ、はい、だってみんなが言うんだもん、言ってんのかな、まあ、言っちゃっていいよ、はい、いや、西島のファンには申し訳ない、はい、いや、西っていいやつですよ、いいやつだ、はい、西はやっぱりいろんな画があって、はい、自分がやりたいことを通すためのアーティスティックな面があるからがゆえに、はい、出てしまうわがままなんだ、はい、あ、それ愛も同じ、はいはいはい、だから全然面倒くさかったら誰かっていうのはそういうだけで、面倒、うんうん、くさい人が売れるんだから、まあそういうことですよね、画が強い人ほど売れますからね、だから西島は芸能界は、はいはい、西島は何にも別に、あ、そういうのは別に何にも思ってないよ、うん、でもまあ事務所内ではそこがやっぱ続かれるってことですか、だからさ、社員っていうのはマネージャーも面倒くせえの嫌じゃん、うん、まあ間違いないです、ね、この人はまたこういうこと言って、でもお前それはさ、アーティストが本当にそういう風にやりたくて言ってんじゃねえのかって聞くわけですよ、まあそういうことですね、これよく言う、こうなんですよ、はいはい、わがままなのか自己主張なのか、自己主張だったらやらせろ、うん、わがままならやめさせろ、これは難しい、まあまあ線引きめっちゃ難しいですよね、これはほんまに、これ俺たちずっとこれだもん、